ジェイ、本当に長い旅であった。シャローナにとっての旅はこれで終わりなのかな。そなたはどうなのだ。俺の旅はこれからが始まりなんだって思ってる。そうだな、人生とは果てのない旅と同じ。ゆえに最後の一瞬まで人は旅を続けなければならぬのだろうな。大地へと帰るその時、旅の終着を迎えるまでな。シャローナ、新しい旅に出てみないか、俺と一緒に。まったく、そなたにはかなわぬ。わらわはそなたの何倍も生きておるのだぞ。それがそなたの前では小娘同然ではないか。そのことに腹立たしさやおかしさを覚えるよりも、どうしたらよいのか戸惑う自分に戸惑っておるのだからな。戸惑ってるなんてそんな風には全然見えないけどね。伊達に年を取ってはおらん。ただそう、色恋沙汰に疎いだけでな。それは俺も同じだけど、時間はあるんだ。ゆっくり慣れていこうよ。そうだな。まずはシャローナの生まれた森を案内してもらおうかな。元長の案内だ。安くはないぞ。支払いは一生をかけてさせてもらうよ。ならばそなたの一生をもらい受けるとしよう。